社会経済学入門第7回ですね。先週はリーマンショックまでやりましたの、リーマンショックの前までやりましたので、今日はリーマンショックから現在のこう出口問題までということで、先ほどまあ出席点やりましたけども、こういうあれですね、その刺激策というこう財政とかこうインセンティブを働かせるような刺激策というのは1回目は割によく聞くんですけれども、それを常態化するとこうあまり効かなく、麻痺して効かなくなってくるという、そういう話を今日はしたいと思っております。で、まあ、量的緩和を脱出することを、まあテーパリングというふうに言いますけれども、その、状態が、まあ、今月から始まっているわけなんですけれども、その問題、そしてその後どういうふうな状態なのか、こう出口問題、エグジットというふうなことで捉えられていますけど、そういうことを考える視点を今日お話ししたいというふうに思いますですね。で、これは昨日の記事なんですけど、ちょっとまあ、皆さん、読めるところに、スライド読めるところにあると思いますけど、まあ、全部読む必要はないんですけれども、まあ、大まかに言うと、昨日の記事なんですけれども、FRB というのは、フェデラル・リザード・バンクという、まあ、アメリカの中央銀行なんですけれども、それの議長、もともとパウエル議長だったんですけど、これが、まあ、もしかするとこうブレイナード氏という、まあ、女性の方に、変わるんじゃないかという予測もありましたけど、結局、パウエル氏で落ち着いたという話で、特にこれで何か変化があったというような記事ではなくて、むしろ、この変化のなさというのが注目に値するということをちらっと言いたいと思います。で、大まかに言うと、パウエル氏っていうのは、そのトランプ政権、共和党のトランプ政権の下で、まあ、任命された、まあ、任命っていうのかな、議長になった人で、それに対して、民主党、赤字で書きましたけれども、民主党政権で国際担当の財務次官など、要職を歴任してきた女性のブレイナード氏、がまあ起用される可能性もあるかなと思ったんですが、結局、副議長にこうブレイナード氏がなったという点で、まあ、収まったということで、ですけど、まあ、これは何を示すかといいますと、まあ、共和党系とその共和党系の議長パウエル氏と、その民主党系の、副議長ブレイナード氏で、まあ、これ超党派で、共和党と民主党が超党派、党の、政策の違いを超えて、これからのこうテーパリング、そしてまあ出口対策に進んでいくということがまあ確認されたという点で、まあ、この人事で何か大きな変化があったということなしに、まあ超党派的に協力してこう出口問題を進めていくということが確認されたということになります。ちょっとそういう意味では、まあその意味で意味があるということになります。まあ、この背景まで届くまで、今日はお話ししたいと思います。で、まあ、テーパリング、量的緩和の縮小を考える視点ということで、これ、前回から、1、2、3、4、5、6回ぐらいの、シリーズでお話をするんですけれども、前回は、マクロ政策協調のレジームということが、という展開を歴史的に追ってきました。そして今日は2008年以降ですね、リーマンショック以降の量的緩和と量的緩和をめぐる問題についてもお話します。で、来週はグレーバーという人がとにかくこの負債っていうのはどういう意味を持つのかという負債っていうのを経済史とか歴史においてどういう意味を持ってきたのかということに関する割にこう長い歴史の5000年というタームから見たグレーバーの負債論についてお話したいと思います。そして12月8日には、まあ、財政と金融の国際財政と国際金融の今日の問題として国際的な債務問題と金融通貨面でのグローバルインバランスということをお話ししまして、それをこれらの理解を前提にして12月15日にはデジタル通貨、Facebook、今メタ社となってますけれどもリブラの問題、それから G7、中央銀行のデジタル通貨の問題、それからデジタル人民元ということの3社の関係について、これまでのビットコインとは違うようなそうしたこうデジタル通貨のあり方についてのこう外観図を見たいと思います。そして22日にはテーパリングと、そのものをこう分析したいと思います。以上の6回シリーズですね。
それで、国際収支のファイナンシングレジーム、というものを、20世紀を見る場合に大体この6つの時期というのが重要だと思っています。ですね、このブレトンズレジーム1945年から71年、変動相場制レジーム72年から84年、マクロ政策協調レジーム85年から2007年というのは、これは前回先週に、3つの段階ということで、お話した通りです。さらに本来だったら、経済史、ということが地点でももうちょっとこう遡って考えるといいんですけれども、それについては国際金本位レジーム、1880年から1914年第一次大戦まで、そしてその後の、戦間期のレジウムの模索時期ということですね。ちょっとこれに関しては国際経済学クルーグマンの、国際通貨システムの歴史を見ていただけると、枠組みが分かると思います。そして今日はこの2008年のこうリーマンショックから、来年の夏ぐらいまで続くんじゃないかと思えるようなこう、ゼロ金利量的緩和レジームというこうですね、それについてお話したいと思います。もうこの丸ログというのはもう終わりかかっていると言ってもいいんじゃないかというふうに思います。というのはそうですね、長らく失われた20年、失われた10年、失われた20年、失われた30年というところで言うと、経済の状態というのはこの局面としてはデフレ、円高、低金利だということに関しては、低金利はもちろんゼロ金利状態ですので分かると思いますけれども、要するにこうデフレ脱却が課題だというふうに言われたのと、円高に関して、為替に関しては、円高か円安かっていうのはこう時期によってこう捉え方が違う、大まかに言って、円高局面だったというふうに思うんですけれども、こちらのセット、これはこのセットからこちらに転換しなければならないというふうに、経済政策を通じて、デフレマインドを逆化して、インフレ期待。こういうふうに転換するために、例えばこの転換するために、多分いわゆるアベノミクスですね。金融緩和。いわゆる言い方としては、日銀がこうたくさんお金を刷ったら、市中にお金が回ったら、人々のこう、マインドが変わって、商品に対するマインドが変わってこうインフレになるだろうというふうなことだけど、なかなかうまく、どんだけ刷ってもうまくいかないなという、そういうふうなのが、この10年ぐらいやったことなんですけれども、今はもう皆さんのニュース番組とか見てると、経済関係でいうと、今何が問題かというと、原油高、それからインフレ、そして、中国に買い負けると、例えば海産物、イクラとかウニとかに関しても、中国の中間層、中間層というのがちょっと中国の、消費のこう階層性というのは、あんまりよくわからないとかありますけれども、そうですね、買い負けてるんじゃないかというふうに、インフレ、例えばこう店屋さんとかが原材料、原油高を一つの原因とする、インフレ現象が起こっていると、そして円安が進んでおり、そしてこの金利がどうなるんだろうかと、
ですね。で、じゃあこれはじゃあもともとこのデフレ円高低金利要項というこの経済のセットを転換することが、アベノミクス、金融緩和の目的だったんだが、じゃあこっちの局面に変わったんだったら成功じゃないかと、成功なんでしょうかという話ですね。それはまあどの観点によって見るかにしますけれども、少なくともまあ国民の消費、国民の生活、からすると、この、実はその良いインフレ悪いインフレという言い方ってありますよね。良いインフレ、これは良いインフレを起こそうという、例えばその少しマイルドなインフレで、人々の消費欲がこう向上していくというふうなものと悪いインフレというのを分けれるかどうかということですね。僕は良いインフレと悪いインフレというのはその分けられないと思うんですけれども、じゃあこういうような状況になって、あるいはこれからまあこの今11月からのテーパリングがアメリカで始まりまして、おそらくまあ来年の夏までには完了するはずですので、そこからはえ両で11月からのテーパリングで、おそらくこれがだいたい2022の夏前後と、ですのでその後この、テーパリング終了以降は金利の正常化、ですね、金融正常化、まあ正常化ですね。これはまあ幅はありますけれども、どういう形で金利を上げていくのかっていうのは分かりませんけれども、3から FF レートの3から 4% になった場合に、この、こちらのその高金利という状況も、そのアメリカが高金利になるということは、当然日本も、追随して、金利を上げてくることに、例えば韓国の金利など上がってますけれども、上がってくるというふうにこう局面が展開するかどうかということになると、おそらくこの今年から来年ぐらいにかけて、こういう局面、インフレ円安高金利の局面に転換していくんじゃないかといった時に起こる問題というのは何かということで、高金利というのも、円高とか低金利、相対的な概念ですけれども、すぐ出てくる問題というのは、国債の利払い費が増大してしまうという問題ですね。今の超低金利の下で、ほぼ払わなくてよかった利払い費というものが、それでも今でも多いんですけれども、増大するということにして、どう対処するか、ですよね。選挙前にこう財務次官の、現役の財務次官の方が、いずれにしろ総選挙後、いわゆるばらまきっていうことになったら、なんて表現しますかね、タイタニックみたいなもんだみたいな発言があって、それはそれで、いろんなその、駆け引き、政治的な判断があったと思うんですけれども、そういうことが、財務次官という、官僚側で、財務取り仕切っている人たちから、警戒感が示されて、これをどういうふうに見たらいいのかと。いうことで、非常にこれから3年間ぐらい日本経済、世界経済、観察する分にはもう面白い時期に入ってくると思いますね。で、ちょっとこういったことを拝見しながら、じゃあ2008、この問題背景を見るためには2008年のリーマンショックからその後の、出口問題ということを、考える必要があるというのが今日のお話です。で、これは、でその展開というのは、ちょっとその2008年の手前の、レーガン政権、ブッシュシニア政権からクリントン政権、クリントン政権は当然民主党政権ですね、それからブッシュ政権、ブッシュジュニアですね、の2007年前と、その、ブッシュ政権末期のこうリーマンショックという、ここまで、これの出てきた背景と、それからオバマ政権、トランプ政権、バイデン政権というふうに、見ていきたいと思います。で、今日お話しする話は、
受け売りでして、野口幸雄さんの、まあ、経験なき経済危機、ダイヤモンド社の2020年をもとに、まあ、特に第5章と第6章をもとに、まあ、お話しします。でこの、コロナ感染症対策下の日本経済、国際経済をどう見るかというのは、まあ当然、まあ私にとっても皆さんにとっても、まあ、大きな関心なんですけれども、これを、まあ、野口さんは、まあ、一次大戦、大恐慌、二次大戦匹敵する経済危機と見ています。で、おそらく2022年、まあ、この、テーパリング終了以降、ですね、の数年間の日本経済というのは不況倒産、失業の時代に入るのではないかと、まあ、コロナ禍ではまあ観光と飲食というものは打撃を受けましたけれども、ここからさらにまあ製造業に、まあ、広がっていくだろうと。でその中で2つの問いとして、まあ、こうコロナ禍のコロナ感染症対策の、まあ、2年過ぎました、日本経済というのマネーの動きはどうなっているのかということと、一方、まあ、反論としてあるようなこう株は上がってるじゃないかと、株価は上がってるじゃないかというふうな、疑問もありますけれども、まあ、実体経済が落ち込んでいるのになぜ株価は上がってるのかということについて、まあ、この2つの疑問があると。でこの2つの疑問を通じて、まあ、私なりにこう2008年以降の、量的緩和ゼロ金レジーム異次元緩和は何だったのかということを、まあ、考えてみたいということです。まず直近の予算でいうと、まあ、もうすぐ令和4年度予算が出てくると思うんですけれども、まあ、おそらくあれですね、まあ、岸田政権の下でこう歳出が結構歳出、まあ、収入は歳入は変わらないというか、歳出に関してはもうものすごく大規模な予算が出てくる、補正予算と合わせて、まあ、ものすごく大規模なこう、コロナ対策含めてこう出てくるんじゃないかというふうに言われ、まあ、予想はされますけれども、まあ、その状況というのは、まあ、その去年も変わりませんで、これはまあこの、10年来のことなんですけれども、いわゆるワニの口が塞がらないと。まあ、概数で言いますと、この歳入はそんなに増えないのに歳出はこう増えていくという、この形を指してこうワニというワニの口というんですけれども、このワニの口が塞がらない状況が長らく続いております。まあ、もちろん1970年代までは何やかんや言って、まあ、均衡財政で頑張ってきたんですけれども、80年代の、まあ、前回お話ししたこのプラザ合意前後の財政出動というところから、まあ、均衡財政というのは徐々に崩れていき、90年代、0年代と、財政支出で刺激を、景気を刺激しよう、というようなことで、まあ、歳出、あるいは、まあ、社会保障支出というのが、まあ、増えて、歳出というのはもう、去年の、現在の、まあ、予算ですね、令和3年度予算で、歳出が106兆円、それに対して、まあ、税収が57兆円、まあ、それを穴を埋めるためには新規の国債発行額が43兆円というのが、まあ、日本経済日本財政の、まあ、バランスシートということですね。まあ、なんか財政赤字で日本がこう破綻するのか、インフレハイパーインフレになるのか、そういうことに関しては、まあ、長らく続くこう進学論争というのがあるんですけど、まあ、それは別に両方が、まあ、いや国は、まあ、一方において、まあ、財政破綻論者というのはこう、いつかこの、ギャップというのは埋められなくなると、そのためには そして、まあ、日本円のこう、まあ、暴落であったりとか、そういうことがハイパーインフレが起こるということを言うような人たちと、それがいや日本国債というのはこう国内で消費されているから、まあ、大丈夫だという、まあ、2つの大まかなこう州セクトがありまして、まあ、80年代以降ずっとこう争っているんですが、まだこうずっとこう決着が出ない状態なんですけれども、まあ、私は別にどちらに立つわけではないというような立場なんですけれども、その結果がまあこれから 2,3 年の間に出てくるんじゃないかとも思っております。で、まあ、この財政再建は可能かというか、まあ、可能ではないんですけれども、まず、まあ、今日は、まあ、その、こうしたこう赤字財政というのはどういうふうに可能になっているかということを、お話ししたいと思います。
で、まあ、日銀の、まあ、要するにこう日銀が、買ってるわけなんです。日銀が買ってそれをこう、メガバンク、メガバンクあや他の金融機関に、まあ買わせてる状態なんですけれども、じゃあなぜこのようなあの経済財政状態、中央銀行の資産内容になったのか、この不正常な仕組みがどう回っているのか、財政出動を、財政出動は日本経済インフレに導くのか、等について、話します。でまずまあ中央銀行が何をやってるかっていうのは、うん、結構あの分からないというか、まああのまあ、地中銀、まあ、簡単な説明で言いますと、市中銀行にこうあの公的、まあ、お金を貸して、経済をコントロールするということなんですけれども、最近のこうマクロ経済学の教科書では、あのアセモグル・レイブソン・リストの、マクロ経済学では、この2008年以降 の, こうあの中央銀行の役割が非常に強くなって、非常に、強力になったあの金融システム の, あの問題について、よく解説しているあの本章だと思います。特に第11章があの、まあ、他の、マクロ経済学の本よりは格段にこう、中央銀行、まあ、日本アメリカでいうと FRB の、まあ、FF レートの操作ですね。フェデラルファンドレートのこれの、公開市場操作で市中銀行のコントロールこの仕組みですね。これについては非常に、分かりやすく、説明してますので、まあ、読んだらいいんじゃないかと。まあ、ちょっとそのことをここで説明するのは、まあ、そうですね。ポイントだけを説明します。連邦中央銀行というのは二重の使命を持っていて、一つには、まあ、インフレーションを低く、持続可能な水準で安定させると。第二に雇用を持続可能な最大水準で実現するということですね。振り返ってみますと、インフレ問題というのになりますと、1970年代のスタグフレーション、2000年代のニューエコノミーとで、日本からするとこのニューエコノミーの、恩恵というのはほぼなかったので、日本が経験したインフレっていうのは1970年代末のこう、インフレというのは日本の場合、まあ、石油ショックですね、2度にわたる。こういうことに対してこう、どういうふうにインフレ対策するかということが、その当時においては問題だったんですけれども、おそらく、まあ、1990年代、0年代、10年代、この30年間というものをこう、問題はこうデフレだということになったわけですね。デフレを脱却するために、どうやってこうインフレ、インフレターゲット、2% から 3% の、インフレを達成してどうしたらいいのかということが課題だったのが、今もうまた局面が、変わってきているということになりますね。でそのために、例えば石油価格が問題だとすると、政府の石油備蓄をまあ開放するであったりとか、そうした手段をこう取られてるんですけど、まあ、その、政府の、備蓄石油を開放したぐらいでは、とても問題を解決しませんで、じゃあこの、インフレ対策というものを、ですね、一つには、まあ国民生活が現れるのは物価高。物価高として現れるそのインフレということをどう見るかって、もう一度、オーソドックスなこうマクロ経済学の、に立ち返ったこうインフレ対策、ということが再び、経済政策上、マクロ政策、経済政策上でも、課題になってくる、そうした時代になってくるんじゃないかというふうに、思います。これはまあ30年ぶりの、まあ、経済学をまた新たに展開しなくちゃいけないということですね。そしてまあ第二の使命として雇用を持続可能な最大水準で実現すると。
そしてその、まあ、このインフレと雇用っていうのが、まあ、別にまあアメリカのみならずこう中央銀行の主な役割で、特にまあドイツのブンデスバンクなどは1920年代にハイパーインフレーションがあったということで、特にまあこの物価安定の守護神という役割を担っています。でそのために、手段としてまあフェドは民間銀行の準備預金を保有すると。で 各民間銀行っていうのは、フェドに、準備預金を保有して、その準備預金に対する、公開市場操作を通じてこうフェドはちょっと経済をコントロールすると。そしてこの上の2つの目的を達成するということですね。でまあそしてまあ短期の資金に関してはこう市場金利を設定することによって、まあコントロールするということですね。そしてこれマネーサプライとインフレ率に影響を与え、長期金利に影響を与えると。これはまあ1の、短期の市場金利は設定することができるのに対して、2の長期金利には影響を与えることができるということ、ちょっと柔らかい表現になっているのは、短期はコントロールできるけど長期はまあ経済の実勢に、従わざるを得ないというような意味です。まあ、この中央銀行の役割というのは、まあ、資本主義国のすべての、まあ、銀行の、中央銀行の、まあ、役割ということなんですけど、まあ、その、銀行、その国によって、まあ、ちょっとタイプが違うということになるかと思います。で、現在の日本経済のマネーの動きはどうなっているのか、これすべて野口陽紀夫さんの、本からの、引用なので、もっと勉強したい方は、その先ほどの、野口陽紀夫さんの、経験なき経済危機というのを読んでもらいたいんですが、国家財政の公債への依存というのは、公債依存度はこう 56.2%、 これが、飛び抜けて他の国に比べ飛び抜けて、他の国に比較して、飛び抜けて日本は高いというのはよく指摘されることです。で、大量の公債発行による、まあ、金利上昇、利払い費費用増大と、国債発行に差し押さえすることによって、ために、まあ、金利上昇しないために、中央銀行日銀による、まあ、国債購入によって10年物の国債の金利は3月以降、0% 程度と、事実上無限に国債を発行し、無限に財政支出を賄えると、という賄えるで、まあ、この仕組みですね、まあ、一番こうちょっと関心なところですけれども、なぜ日銀は国債を無制限にまあ購入できるのかと。で、これ1として、まあ、政府が国債を発行し銀行が購入すると。あとでまあこのバランスシートの仕組みについては説明しますけれども、政府のバランスシートの負債で、まあ、負債側でまあ国債が増えると、代金は政府が日銀に持つ、政府当座預金に振り込まれると、でまあ、銀行側からすると、銀行国債を日銀に売却すると日銀の負債側で、銀行が保有する当座預金が増え、資産側で国債が増えると。つまりは政府と日銀を合わせて考えると、政府の負債である国債と日銀の資産である国債が相殺されると。金融機関のバランスシートで資産側で国債が減り、同額だけ日銀、当座預金が増えるという、まあこういう会計上の操作によって、こう、まあこうした国債の無限に発行するということがまあ可能になっているということですね。これも、野口さんの表ですけれども、まあ、会計についてこう勉強した人は言ってます。まあ、資産内容というのがこう資産の負担、資産の部と資産の部と負債の部でこう負債の部で見た場合ですと、政府と日銀を合わせた場合での、まあ、この国債発行、財政赤字がどうファイナンスされるかということの仕組みになっています。で、最初、こう、政府が国債を発行して、政府の預金が増、まあ、この赤の政府の預金が増えるために、その分だけ、こう、金融機関側で、こう、国債が、まあ、一旦増える資産の部で、緑で増えると。そして、その、他の資産を削減されるために、下げると。これは、まあ、同時に言いますと、金融機関からすると、まあ、割合程度の問題はあれ、国債を購入するために、まあ、他のこう産業部門への製造業、あるいは商業へのこう貸し出しっていうことを減らさなくちゃならないということで、まあ、貸ししぶりの原因にもなってる、傾向としてはなるということです。で、その、国債が増えた分が、政府日銀で言うと、資産の部で増えまして、これがですね、負債の部で日銀の当座預金が増となりまして、金融機関では日銀の当座預金が増えると。
いうこと、全体としては日銀の資産内容において、資産の分においてこう緑の国債額の割合っていうのがどんどん増えていくということですね。まあ、これがあのサステイナブルかどうかっていうのは、まあ、あの大丈夫という人と大丈夫じゃないという人がいるという程度ですね。結果としては国民の預金として、まあ、日銀というのは、まあ、国民の財産と考えるならば国民の資産が増加し、銀行日銀に保有する当座預金というのがまあ増加するということになります。じゃあこういう仕組みというのはじゃあインフレにならないのかということで、まあ、いずれにしても現時点ではまあ給付金の支払いというのは消費の落ち込みをまあ防ぐということになりますので、まあ、これは、これからまあ子ども、18歳以下の、世帯に対してまあ給付金が払われるということですが、まあ、あのそれは消費の落ち込みを防ぐことはまああの間違いがないであろうと。だとしてもまあ消費は供給能力に比べて依然過小であり、インフレが起きないと。まあ、これはまあ1年前 の, あの本の中身ですけれども、野口氏の主張によると、国債発行額と、国債費が、問題というふうにまあ主張するわけですが、当時の麻生国財務大臣は、コロナ期でも、まあ、これと、まあ、コロナ期でもプライマリーバランス、歳出と歳入のバランスは大事考えなくてはならないというふうな形で、まあ、財務省側は考えているというような時代でしたね。でマネーの急増としては、アメリカ2019年の12月から2020年3月まで、およそ、1億ドル、8000、まあ、9000億ドル増えて、約14兆ドルに、日本は2020年6月ですね、に、急増と。まあ、これより1年ちょっと経ってますけれども、この傾向はそんなに変わってないと思います。で、コロナ後の問題として、まあ、これが、その1年前ではなかった、こう、今、おそらく、まあ、来年第6波っていうのは、そんなにこう、第5波より、大きくないというふうに仮定しますと、じゃあ、コロナ後の問題っていうことが、考えることが必要になってくるということになります。で、そこでの、まあ、コロナ後の過剰流動性の問題、そして、まあ、累積国債、莫大な額の国債残高、1033兆円ということは、まあ、今年度の税収見込みの16倍の処理と。まあ、この中で、まあ、要するに、こう、アメリカは FRB が、テーパリングから、テーパリング、量的緩和縮小から、金利正常化へ、まあ、こういうふうに、こう、出口に向かって、エグジットですね。で、これはこの FRB の考えでは基本的に、この仕組みをこの流れで考えているこの世界線ですね。この世界線で考えているのは主に FRB は当然ですが、先ほどの、FRB の使命としていったところですと、FRB は当然アメリカのインフレ対策という、この、金利を上げていくというインフレ対策として、まあ、コロナ後、景気回復した中でこう、インフレ懸念の中でこう、テーパリングと QE、金利上昇、正常化を通じて、インフレを抑えながらこう雇用をこう維持しようと、当然考えるんですけれども、じゃあ、その状況の下で、まあ、アメリカの雇用はいいとしてもこう、このインフレと高金利、というようなこう大状況、マクロ状況の下で、日本はこの課題ですね、コロナ後の過剰流動性の問題と、累積国債の処理、そして、まあ景気雇用ということを変えなくちゃいけないと、いうことで、まあそうですね、単に副業を解禁したぐらいではどうもならないような問題が出てくるということになります。そして問いの第二として、実体経済が落ち込んでいるのになぜ株価は上がっているのかと。そしてもちょっと株価に関しては、景気のいい話が多いんですけれども、これをどう見るかということですね。実体経済からかけ離れた株価の動きとして、2020年から3月、2023月から4月にかけて株価はまあ歴史的な
暴落、原油の先物価格マイナスになって、非常に特異な現象としてこうあの原油を積んだタンカーが、石油を持ってるだけでこうあの価値がマイナスになるという状況で、石油を積んだタンカーがこうあの港に入れないというそんな問題まで出てきましたけれども、そこからまあ株価はこう急速にこう上昇したわけです。一つの可能性としては、まあ、経済の再開期待ということがありますけれども、まあ、おそらくは、各国の中央銀行の積極的対応によって、例えば FRB でいうと国債の無制限購入、が始まったりとか、日銀の国債購入額の目処撤廃または ETF、を購入して、まあ、企業のリスクを引き受けたりする、あるいはその日銀のいわゆる PKO ですね、あのプライスキーピングオペレーション、あの株価保持政策ですね。そういうことがあると思うんですけれども、じゃあその株価と問題ですね。じゃあちょっとこれ切り替えて、ここまで来る前にこうアメリカの経済政策の展開を追っていきたいと思います。レーガノミクスまでは前回もお話ししたんですけれども、まあ、簡単に触れますと、レーガノミクスでは81年2月18日にアメリカ経済の再建計画が発表されまして、1連邦財政支出の伸び幅の抑制、2大幅減税、3連邦政府による金融規制緩和として、まあ、いわゆる小さな政府を目指すということですね。それからまあ4として、まあ、適切な金融政策としてマネーサプライの伸びの抑制として、この時は金利を抑えるために、当時のまあマネタリストの考え、ミルトン・フリードマン のマネタリストの考えに沿って、まあ行ったこう経済対策というのは、まあ、カーター政権末期ですけれども、これ81年9月で 14% なんですね、すみません。それから、81年一時的に、カーター政権の超高金利は継続し、1981年9月ですと、公定分配が 14% と、そうなりますともう、民間資金からの吸引が進みまして、これを、まあ、国債増発が民間資金需要を圧迫するという現象が起こりまして、財政赤字が増加すると、そして82年8月にはメキシコ債務危機が起こるという、そうした状況です。そして、まあ、1982年第四半期以降、アメリカの実体経済は上昇局面を迎え、インフレも一桁台になる。まあ、これで、インフレなき持続的成長という、まあ、アメリカが求める、こう、理想的な状態に、まあ、達した、わけです。失業率、インフレ、生産性の上昇も起こると。しかし、まあ、その反面として、まあ、双子の赤字が発生し、まあ、減税と軍拡によるまあ財政赤字、高金利ドル高貿易赤字という一連のプロセスですね、が起こり、まあ、アメリカの高金利から日本の西洋の貯蓄を吸い上げ資本主義を誘発すると、いうことです。ですので、まあ、一面懸念されるのは、起こり得る事態としては、まあ、アメリカの金利が、FF 金利名目で、まあ、3% とか 4% ぐらいまで引き上がった場合っていうのは、こう、日本からアメリカへの資本移動が、当然、まあ、金利の高い方に移動するようなことが起こると、どうなるかということが一番の、リスクということになるかもしれません。しかし、まあ、この時においては、まあ、1985年夏に、全米製造者業界が、まあ、レーガン政権に対してこうドル高是正を提言し、ます。ここから、まあ、プラザ合意になったということは前回までの流れです。プラザ合意で、これ復習ですけれども、米華財務長官が、85年9月22日に G5 の、まあ、増殖中央銀行総裁会議で、1、各国の外為市場への協調介入による、ドル高是正と、2、政策協調の推進による世界経済のインフレなき成長持続と、各国間の対外不均衡是正と、まあ、赤字国のアメリカが、まあ、財政赤字を削減し、黒字国の日本とドイツが内需拡大すると。
これです。まあ、黒字国は、日本とドイツは、内需拡大をして、まあ、先ほど言ったような、こう、財政、まあ、財政プライマリーバランス、それまでやっていた、日本の、こう、プライマリーバランス。ですね。いつからこのワニの口ができてしまったかというと、その出発点というものもこのプラザ合意になるわけです。それまでは、まあ、84年までは、まあ、たまにこう、それまでもこう、建設国債を発行する、赤字国債を発行するということは、まあ、されていたんですけど、それ、いろんなことでのその、まあ、財務省がコントロールして、コントローラブルだった時代ですね。そこにおいては、こう、プライマリーバランスを維持ということが言われたんですけれども、この、プラザ合意をきっかけにした、まあ、この内需拡大路線ということで、実際、ここちょっと、由来があるのは、内需拡大というと、国民の消費を、日本国民の消費を、消費者の消費を拡大するということを、まあ、アメリカが期待していたようでもあるんですけど、結果としては、公共投資の拡大ということで、それをこう、まあ、この当時こう、実権を握っているのは、まあ、小沢一郎であったりとか、そうした、まあ、人たちがこう公共投資の拡大を、地方にばらまくと、いわゆるこうふるさと創生とか、そういう形にこうなっていったわけですね。これが、まあ、こうしたプラザ合意というのは、このワニの口の、出発点という、これの認識は結構重要だと思っていますのは、まあ、財政問題という時に、一種こう社会保障を減らせだとかいう社会保障を減らした方がいいとか、そういうことの言い方もありますけれども、結局大まかなところではここら辺の国際経済の中で決まっているということですね。円ドルレートは1ドル240円か1ドル100円水準まで、ジャパン前は対アメリカ購入し、対アメリカに流入して、米国債購入を持続させるために、協調利下げ、になり、まあ、日本はバブル経済に突入すると。これも復習ですけど、まあ、水野さん、毛利さんの本では、帝国循環という言い方をしますけれども、経常赤字の増加が制約にならないように世界中に高いリターンを求めて過剰なまでに溢れているマネーを必ず経常赤字額以上にアメリカに輸入させる必要があると。高い成長が見込まれる国に多額の対外投資を増加させると。貸し方サイド、対外腐敗サイドには物を言わない外国人の債権者、例えば日本の生命保険会社ですね。貸し方対外資産サイドには、アメリカから海外貸す分には、外国株式を多く保有し、物言う株主の立場ということですね。レーガン政権、ブッシュシニア政権、が、まあ、多国企業、多国機関、金融機関を基軸とする、市場原資がグローバルに広がる、まあ、システムを作り出したということになります。そして、まあ、クリントン政権、になりますと、クリントン政権の経済再生計画は、まあ、まあ、レーガン政権ほど、レーガンミックスほど本当にこう、画期的なものではなかったんですけれども、まあ、かなり落ち着いた、再生計画をしまして、連邦財政赤字の削減、人的投資資本への投資、公的インフラへの投資、4、技術への投資、5、国際貿易拡大、6、ヘルスケア改革と。それが、まあ、1993年包括財政調整法に、まあ、結実するんですけれども、実際この時に、まあ、財政黒字、単年度の財政黒字は、まあ、達成するわけですね。そして、まあ、投資重視の計画が示されると。そして、まあ、通商政策については、カンター通商代表、議会演説などから、まあ、5つの原則が、打ち出されます。で、まあ、基本目標としても経済成長、そして、まあ、冷戦後において、アメリカの安全保障はアメリカの経済的力にかかっているという意味で、冷戦後、まあ、経済を重視するということが言われます。そして、まあ、市場開放を進めるということ、競争力強化、そしてナフタということですね。これは、まあ、アメリカ議会の承認も受けます。そして、これが、まあ、そう、一番、こう、アメリカの近年のまあモデルになる、ルービング財務長官の、考え方としては、ルービン、経済政策担当大統領補佐官、それから、まあ、
国家経済評議会 NEC 議長を兼任し、95年から、まあ、財務長官ということで、実はこうアメリカを代表する人物になるルービンですけれども、アメリカの対外資金放入と、対米資金流入と、95年ルービンは、財務長官就任し、ドル高はアメリカの国益であると。そして金融グローバル化は、国際資本のグローバル化によって、国際資本の、完全移動性を実現し、外国資本のアメリカ投資、レバレッジで、資金資産を拡大し、海外投資、世界中で、住宅バブルが起こるということなんですけれども、国の経済政策をどう見るかっていうときにですね、日本の経済政策、アメリカの経済政策、それから中国の経済政策ということにあって、だけどその中での一定のこう、経済分派、これがちょっと私が重視しているポイントなんですよ。例えば中国の場合でも、恒大集団に対する、アリババに対するこう中国の政策とか、そうですね、習近平、絶対ではないようなところもあります。他に2つぐらいのグループもありますので、そうしたこう、中国のことを考える場合でも、一種の、中国の場合はその政治分派との関連性も強いんですけれども、そうしたこう、一国経済を考える中では、その経済グループっていうことが、重要だっていうのが、歴史的には、意味があるんですけれども、アメリカの場合ですと、いろんなこう、地域利害を別にするとしたら、この三者の関係っていうのを、時期ごとに、政権ごとに見ていき、ことが、必要ではないかと思いますね。官庁で言うと、財務省。FRB ですね。FRB は国の機関ではないですけれども、国防省、国務省、通称、商務省、USDR、 で最終的には総理大、すいません、大統領のもとに、こちらですと、NEC、NSC、NEC。ナショナルセキュリティコミュニティとナショナルエコノミーコミュニティで、国家戦略としては統一されてるんですけれども、主にこう冷戦以前ですね、冷戦時代の1970年代前ですね。1970年代前っていうのは、あまりこう、私も冷戦史におけるアメリカの意思決定を主に研究してるんですけれども、そうすると、大体、国防省と国務省と、大体こう、国務省が、国務長官がナンバー2、プレジデントがナンバー1で、国務長官がナンバー2で、国防総省が、ナンバー3なんですけれども、大体この、大統領と国務長官が議長することが多いんですけれど、この、NSC で、
まあ、例えばベトナム戦争であったりとかいろんな各地 の、 あの世界的な問題に関して、大統領、国務長官、国防長官が、まあ3人が相談、大体こう、3セクションが相談して決めるというのがこう、そのベトナム戦争までのこうアメリカの国家戦略の意思決定の決め方だったんですけれども、徐々にこう、1980年代です。で、その70年代以降、こう相互依存論、この授業では国際関係、国際政治経済学について、まあ、副材料で研究してもらって、勉強してもらってますけれども、まあ、リベラリズムの時代というのはここまでなんですけれども、ネオリアリズム、ネオリベラリズムということになりますと、こう経済問題ということが、国際経済の、重要な、位置を占めるようになると、アメリカの国家戦略の、国家的な戦略の重要な位置を占めるようになると、この財務省から、まあ、その他の経済官庁というものが、まあ、国家の意思決定に、まあ、強く関与することになってくるということになります。でそれでだけどだからといってそれがこう、滑らかではないというのが、重要なポイントです。でそこに今においてもこの軍事外交利害というものと金融通貨利害、それから通商産業利害というものは、相対的に別な問題として、あると思います。でそのことがアメリカの場合ですと、ホワイトハウス、それから、まあセネート、ハウス、それから、まあ、FRB ですよね。FRB ですね、まあ、他のロビーング団体もあると思うんですけれども、でそれでまあこれがそれぞれホワイトハウスが、リパブリカンかデモクラットかで、これこの FRB でいうと、チェアマン、おそらく他にもまあ重要な権力機構はあると思うんです。まあ、それからまあ当然、司法省ですね。司法省というか、まあ連邦裁判所。ですね。まあ三権ということですと、まあ、日本の場合はまあ割に村政治、なんかこう村方政治みたいな感じでこう、適当に決まるんですけれども、まあ、アメリカの場合はそれぞれこう行政府、立法、司法、FRB の、まあ、FRB の通貨ですね。これの、まあまあ、バランスを通じて、まあ、意思が決定されていくと。ですから、まあ、この間のこう、バーモンド州での、知事が、まあ、どちら、まあ、これにプラス、まあ、地方がかかる、地方がかかる、各州が、ありますので、まあ、アメリカ多元政治。これをアメリカ多元政治と言いますけれども、
まあ、こういうプロセスを通じていろいろ政策が決まってくるということですね。まあ、見てて面白いんですけれども、例えば、TSMC を例えば半導体アリゾナ州だったアリゾナ州で、じゃあ、 中国というのはこう半導体が力をつけてきたので、アメリカとか日本っていうのもこう半導体、を育成するべきだと。ですが、その短期的には半導体作れるメーカーっていうのはこう西側、まあアメリカ側では台湾の TSMC しかないので、TSMC の工場をこう、アメリカ国内、日本国内に建てましょうと。いう場合は日本の場合はまあ熊本に建てますと。じゃあ1兆円かかるので、5000億円、まあ半分日本政府が援助しまして建てましょうと。終わりに、まあ外国の企業に対してこんなに大盤振る舞いしていいのかなと私は思いますけれども、まあ割にそれはスッと取るんですけれども、アメリカの場合だとまずこう半導体問題というのも、軍事外交利害、それから金融通貨利害、それから通商産業利害ということで、まあ視点が変わってくるわけですね。特にその軍、まあ、この半導体問題というのは経済安保ということで、対中政策ということで、まあ、アメリカ国内に、まあ、強靭なサプライチェーンがあることが大事だみたいな話で、作るんですけれども、これが上院で、TSMC、誘致と。誘致。これが、まあ、上院で通ったとしてもっていうのは、そのセネットっていうのは日本でいう、 こう参議院になる、まあ、上院下院でいうと、まあ、参議院になるんですけど、まあ、日本の参議院っていうのはほぼ、まあ、無力と言ってもいいと思うんですけれども、アメリカの上院っていうのは、外交と開戦、もともと全てこう上院が持っていた機能というものが、を、まあ、ホワイトハウスが、奪っていく過程というのがあるんですけれども、まあ、外交軍事、それから外交軍事に関しては、まあ決定的な権限をたくさん持ってるんですけれども、でそのセネットがこう TSMC の誘致をしたとしても、それに対してこう外国企業に対するですね、下院がまあこれに反対して、まあ、アリゾナ州のこう TSMC 工場に関しては頓挫してるんですけれども、こちらの、軍事外交に利害に関しては主に上院でセネットって言ってるんですね。で通商産業利害に関しては下院でが主に代表しているというふうに言ってもいいと思います。で、このことが、そうですね。まあ、軍事外交利害を除くとして、この金融通貨利害というものと通商産業利害、としましては、例えば、金融通貨利害、これを代表するべき人物はルービンですね。ルービンは、まあ、ドル高は、アメリカ国益だと、そのことによってドル高によるまあ警告的にドル高だと、まあ、各国はアメリカに投資したいと。産業が空洞化していくと。まあ、両側面を持ちますよね。
ドル高という相対的にドル高という現象は、クリントン政権、民主党政権期に、有力だった、ルービン、のこうドル高政策によると、これはアメリカの国益であると。というのはその世界中からこう、ドル高を目当てにしてこう資金が流入してきたらこう、アメリカ経済は基本的にこの通商金融通商利害金融通貨利害というのはこう満足させられると。反面こうドル高によって、ドル高あるいはそのドル高によってアメリカの製造業は、不利になって産業空洞化を招き、それが失業につながるとという構図がありますよね。その中でルービン、クリントン政権、オバマ、それからヒラリーまでは、ヒラリー、大体このクリントン、ビル・クリントン、それからオバマ政権、さらには次にヒラリー・クリントンに続く路線というものは、こちらの要するにこう金融通貨利害。これを代表していた、わけなんですね。それに対して、トランプというのはこう異質な人物で、共和党の中でもこう穏健、共和党主流派とトランプ派があるんですけれども、この産業空洞化と、失業という、これがアメリカの非常に大きな問題だということで、ドル安、さらにはこちらで言いますと、ナフタ、TPP、こういうのがこうクリントンだけじゃなしに、共和党と主流派ないし、穏健派と呼ばれる人たちですね、民主党の超党派的な合意として、ナフタにしても TPP にしても、それからドル高もですね、あるいはドル高、プラス高金利と、というコンセンサスがアメリカ主流派エスタブリッシュメント、これがトランプが攻撃したエスタブリッシュメントという概念なんですけれども、それに対して、トランプが掲げたアメリカグレートアメリカアゲインということアメリカグレートグレートアメリカかなグレートアメリカアゲインというのは、ドル安それから低金利によってアメリカ経済を回復させようということですね。これによってラストベルト対策と。ですので、この、テーパリングっていうのも時期を見ますとこう2008年前後一時期やってたことがあるんですけど、またその機運がヒラリーが大統領になって、ヒラリーが大統領、2017年に大統領になったら、こちらのこうしたテーパリングが進むと思ったんですけれども、このトランプとヒラリーの間の2016年で、トランプが勝利してヒラリーが負けるということによって、このドル高、このルービン路線というものが一時的に挫折している状態、これがあったわけですね。で、現在の最初に挙げましたこう、パウエル議長とブレイナード氏ですね、この路線というのは再び、こうした金融通貨利害にこうアメリカ内部でのこうパワーバランスが移ってきるんじゃないかというふうに考える次第です。ですね。900円で、ルービン路線ということで、これは吉川さんによると新帝国循環とも言いますけれども、アメリカの対外資金流出と、対米資金流入と。
それから、1995年ロビンは、財務長官就任したその言葉としては、ドル高アメリカン国益と。そして金融グローバル化、国際資本の完全移動性の実現と、外国資本資金の投資が始まると。で、ここで始まったのはニューエコノミーと呼ばれる現象で、実質 GDP 成長の増加、単失業率の低下と物価の安定、景気循環、もう景気循環というのは消滅したんだという議論前でできます。で、IT 投資と生産性上昇、ベンチャーキャピタルの成長、賃金停滞、このジョブレスリカバリーという形で、賃金停滞と消費ブームですね、格差の増大と、こういう今に続くような問題がこう出てくるわけです。そしてブッシュ政権は2001年から8年なんですけれども、ブッシュ減税、すべての所得層に減税し、これによって2001年の減税法によると、財政黒字は再び赤字へ転換し、所得格差と金融緩和が発生します。そして2002年7月21日にはワールドコムが破綻し、これは巨額の粉飾決算によるもので、ニューエコノミーは破綻の兆しを見かけます。そして企業経営者は投資家を欺いてまで株式価格の上昇を図る、いわゆるそうですね、金融工学がすごいこうもてはやされた時代ですね。景気拡大によっても2007年12月には景気雇用のピークを迎え、しかしジョブレスリカバリーというように雇用なき景気拡大と呼ばれます。金融資産の拡大から個人消費の拡大、実質 GDP の増加までですね。この時に景気の過熱の、原動力だったのがサブプライムローンというものでして、これは字で説明しているよりもですけども、サブで劣ったという意味のサブなんですけれども、普通住宅ローンというのはあれですね、日本でもこう頭金が例えば 20% ないといけないとかあるんですけれども、信用がないといけないという意味なんですけれども、もうどんどん貸し付けてしまえと、いうことで、住宅販売業者をもともと今まで の, こう、審査では取らなかった人たちを、収入、定職がなかった人たちに、お金を貸すと、サブプライム、を組むと、そうすると、その人たちっていうのは、住宅ローンを組むと、さらにそれを担保に、住宅を担保にして、車を買い、車を、借金で、車をローンで買い、さらにはいろんなものを買っていくというような、虚構の経済っていうのが生まれるわけです。これが破綻するのがサブプライムショックというやつで、2007年8月にバリパショックが起こります。こうして外国人投資家が米国からの資金を資本を回収開始し、2008年には英国からに、イギリスからアメリカへの資金循環急速に収束し、マネーが本国回帰、リパトリエーションというんですけれども、こう始めます。でその下で、ベアスターンズの景気が起こりまして、2007年3月、大手投資銀行のベアスターンズの景気に際しては、連邦準備金制度立国、フェドが債務保証することを条件に JP モルガンが買収した。他方でこの間、ゴールドマン・サックス、モルガン・スターレンは、投資銀行から銀行持ち株会社に移行したと。政府系金融機関ファニー・メイ、それからフレディ・マックが国有化と。そして一番重要なのはリーマンブラザーズの破綻ですね。2008年9月にアメリカの大手投資銀行リーマンブラザーズが債権道筋をつけられず倒産したことにより、アメリカの金融業界はになお存在した楽観的な雰囲気が消え去り、アメリカを震源とする世界金融危機が起きたとの認識が急速に広まった。当時の財務長官ポールソン、FRB 議長バーナンキ、ニューヨークの連銀総裁ガイトナーが、リーマン救済を最終的に断念したのは、当時のこの会社の、財務内容の悪さ以外に、救済積極的な銀行や証券会社が見つからなかったためであると。これがこのリーマンブラザーズという、そうですね、大手投資銀行が破綻したこと、こうしたこの、ニューエコノミーから、の破綻ですね、です。そして同時にメルルリンチと AIG ということで、リーマンの倒産とほぼ同時期にメルルリンチがバンクオブアメリカに買収されました。アメリカ最大の保険会社 AIG が倒産して政府により救済されます。
リーマンの破綻に際しては、その政府やその他の金融機関による救済について激しい議論が展開されたが、結局破産が了承された。破綻後ショックの大きさでは、まあ関係者の予測をはるかに上回った。今日に至るまでリーマンの破産、ベアの救済という守備一貫しない政府の対象に、まあ批判が集中していると。そうですね。まあこの金融機関がどう収束したのかというのは、これ今日紹介しようかと思ったんですけど、ちょっとあんまり、事実が非常に多いのでやめたんですが、このリーマンショックに関する一番いい解説書の、ドキュメンタリーというのが、いろんな賞を取ってるんですけれども、このプロセスで非常に長いリーマンショック、なぜ起こったのか、それからなぜ起こったのか、それからどういうふうに救済されたのか、アメリカの動き、それからヨーロッパの動き、ロシアの動き、中国の動きと、日本も含めての、膨大なドキュメンタリーなんですけれども、まあ、これを紹介するのはちょっとこう事実が多いので、事実が非常に多いので、ちょっとこのリーマンショックっていうのは本当に今を考えれば大事な問題ですので、ぜひこのアダム・トゥーズの土暴落っていうのを、関心ある方はぜひ読んでください。でそこでの出てくることなんですけれども、2008年9月以降の救済、個別企業でなく市場全体に向けられたと。何よりも大量の資金を金融市場に投下する必要があった。最初に試みたのはタープ、緊急経済安定化法だったが、最初の議案は下院で可決され、ニューヨーク市場の暴落を招いたと。これも先ほど言ったその下院と上院での利害の違いということが、あって、あるんですけども、出し出された法案が通過したのは10月であり、不良債権を買い取った上で、総額7000億ドルを注入するというものであったと。国際的にはこれまであった枠組みである G7 以外に、G20 が創設され、金融危機解決には、新興国の協力が不可欠であることが示されたとですね。そしてリーマンショック、結果としては、2008年夏から秋に、起こったんですけれども、投資銀行第5位ベアスターンズが、JP モルガン・チェイスと併合され、4位のリーマン・ブラザーズは破綻、3位のメルリンチとバンコブ・アメリカによる買収、第1位のゴルマン・サックスと第2位モルガン・スタンレーは銀行持ち株会社に業態変更というふうに、金融機関の秩序というのがガラッと変わるわけですね。そしてこの中で登場した、その秋に登場したオバマ政権、このリーマンショックの発生というのは、オバマがブッシュにか、ブッあの、共和党候補に勝利した非常に大きな要因なんですけれども、オバマ政権はそれ前の救済策というのを丸呑みします。ウォールストリートの救済、オバマ政権って結構弱者の味方っていうイメージが、リベラルの弱者の味方というイメージ強いんですけれども、やったこととしては、こうした銀行救済っていうことを大々的にやった大統領ということになります。資本評価監視プログラム、消費者および企業向け貸し出し制度、官民投資プログラムということで、金融機関に流動性吸入で、これが非伝統的指標といわれるものの出発点で、連邦準備銀行と直接取引する金融機関へ直接流動性を供給すると。FRB のバランスシートの資産規模は大幅3倍に拡大すると。2009年7月、金融制度改革法案が会議停止され、2010年1月に金融制度改革法で、銀行と証券を機能的に分離するボルカールールが提出されます。ですので、この量的機関は、クオンティティブ、英語で言います、これクオンティティブイーズニングかな、これがリーマンショックQ サイズ
タープから、まあ、できることになります。ですので、まあ、両手間テーパリング、テーパリングっていうことが、何かと言いますと、じゃあこの、まあ、今日の一番の結論ですけれども、リーマンショックの救済、これに向けてのこうタープ、による、まあ、連邦、まあ、FRB の資産バランスシートの拡大、資産バランスシート資産拡大の、拡大によってこう始まったということ、これが、まあ、テーパリングを考えるその前提になるということ、これを今日解説できたと思います。ですので、まあ、2009年から2010年代、のこのまあ、クォンティブイージニング、それから、まあ、コロナ後のコロナ救済、コロナ感染症対策後での、さらなる拡大というものを、これを、まあ、ここから理解する必要があるということになります。リーマンショック後の量的緩和、リーマンショック後の2008年後半から2009年にかけて FRB を引き始めた先進各国の中央銀行は相次いで政策金利を 0% 金棒に引き下げるゼロ金利政策へと移行したと。しかし銀行間の資金融通がまあ停滞し、リスクのある金融商品にほぼ買い手がつかないなど、金融市場がまあ全般的な金の不全に陥っているもとではその効果は限定的であり、また名目金利をゼロ以下に下げられない以上、一段の金融も困難であると。そこで各国の中央銀行が採用したのが、中央銀行は市場から金融資産を大規模に購入するという会によって、まあ、緩和効果を狙う量的緩和、クォンティブイーズニング、イージングですね。すみません、イーズニングです。イージングですね。イージングですね。と呼ばれる手法であったと。従来の金融政策は中央銀行が短期金融市場の金利を誘導し、その影響が各種金融資産の奇妙に引いては、実体経済と波及することを担うものであり、中央銀行が金融資産を投入するとしても一時的で、その対象も流通量の豊富な短期国債に等に限られていた。こうした金融政策のやり方を伝統的金融政策と呼ぶと。これに対して量的緩和は、ではモーゲージ、住宅ローン担保証券、MBS、長期国債など従来と異なる金融資産が購入対象となり、それゆえ購入規模がはるかに大きいことが特徴であり、それゆえ量的緩和は一般に非伝統的金融政策と呼ばれている。しかし、まあ、量的緩和政策には大きな副作用があったのは、それは、長期国債等の市場において、中央銀行が最大の保有主体として、立ち会われることにより、中央銀行の売買によって金利や価格が、決定され、市場の価格形成メカニズムが歪められることである。量的緩和の非伝統的金融政策という呼称には、あくまで、伝統的に本来の金融政策は、短期金利の誘導であり、量的緩和は非常時の、緊急避難的な措置であるというニュアンスがある。したがって、まあ、金融政策がいずれ、本来のやり方に正常化しなければならず、量的緩和はその出口を探らなければならないと。この FRB をはじめとする各国の中央銀行が直面しているのが、この出口問題であると。これですね。リーマンショック後に、始まったこう、QE に対して QE から、まあ、どう、出口を探るのかと。まあ、これ出口政策が今後どの程度順調に進行するのか、その見通しは不透明であると。現時点では市場に大きな混乱を生じたいものの、FRB の量的緩和への、から出口への本格的な移行に加え、トランプ政権の大規模減税に伴う国債の、大量発行と国際的な資源価格の高騰を背景に、インフレ圧力が強まっており、長期金利は着実に上昇しつつあると。その結果、ドル高と新興国通貨安によって、新興国からの、通貨流出が生じるなど、世界経済の不安定要素が拡大している。2018年6月には、欧州中央銀行 ECB が量的緩和の終了と、出口への移行を、まあ、表明したが、先進国の中央銀行相次いで出口に向かえば、ますます、新興国からの、資金流出の流れが加速する可能性もある。それゆえ出口への道のり、地平平ではなく、また仮に出口政策の終了が宣言されるとしても、それは金融危機以前の状態への単純な鍵とは異なるものとなるであろう。まあ、今日6回の、テーパリング、量的緩和縮小を考える視点として、前回のまあリーマンショックに至るまでのこうマクロ政策協調レジームということと、今日はまあリーマンショック、がなぜ起こったのか、それが、まあ、どう、出口問題につながるのかというとこまでお話しました。次回、じゃあそういう、そもそもじゃあ負債、デッドですね。来週の話は。これは
そもそもどういう概念なのかということ、これを説まあベストセラーになったのはグレーバーという人のデッドという本、まあ、負債論という本なんですけども、まあ、例えばマルクスはキャピタルという概念、資本という概念ですね、これを軸に、まあ、経済社会を説明しましたけれども、このグレーバーによる負債の5000年、資本の500年、まあ、資本主義というものが始めた大体500年として、まあ、それを仕組みを明らかにしたのがマルクスのキャピタルという概念なんですけれども、さらに長いこう人類社会という、まあ、人類の社会ということを想定した場合のこの5000年ということを負債ということから説明したこう、グレーバーの、まあ、デッドという概念を来週お話したいと思います。でこの、まあ、デッドということをそもそも負債とは何か、人間と人間との間の負債とは何かということを、説明した上で、その時の主任は今、各国の財政がこう借金漬けになっていると、日本だけじゃなしにアメリカ、先進国、新興国ももう、債務だらけになっているって、これをどう見るのかということと、それからまあ、翌週にまあデジタル通貨の問題、そしてもう、年内最後の時に、まあテーパリングについて、もう一度改めて考えるということにしたいと思います。今日の講義はこれで終わります。ありがとうございました。